ボストンコモン、またはザコモンはアメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市中心部にある公園。ボストンコモンズは誤りである。1634年に創立されたアメリカ最古の都市公園である。トレモント、パーク、ビーコン、チャールズ、ボイルストンの各通りに囲まれ面積は20ヘクタールである。ザコモンの南からロックスバリーのフランクリンパークまで広がる。 エメラルドネックレスの一部となっている。ボイルストンストリート沿いにセントラル埋葬地があり、画家のギルバート・スチュアートや作曲家のウィリアム・ビリングスなどが埋葬されている。また、アメリカの初期の詩人であるサミュエル・スプレグ及び息子のチャールズ・スプレグもここに埋葬されている。サミュエル・スプレグはボストン茶会事件に参加し、アメリカ独立戦争で戦った。1977年。 ボストンランドマーク委員会からボストンランドマークに認定された。1898年から1899年、アフリカ系アメリカ人画家、エドワード・ミッチェル・バーニスターによるボストン顧問とその前の通り座顧問の利用方法は、その時代によって変わっている。もともとこの土地は、ボストンの最初のヨーロッパ系植民者であった、ウィリアム・ブラックストーンが所有していたが、 マサチューセッツ湾植民地を創立したピューリタンに買い上げられ共有地となった。1630年代、ボストンは小さな村に過ぎず、多くの家が家畜を保有していたため、牛の放牧地として利用されていたが、数年のうちに裕福な家族らがさらに牛を追加し、過放牧によりコモンズの悲劇の実例となってしまった。1646年以降は、 最大70頭の制限の下で放牧が行われたが、1830年にハリソン・グレイ・オーティス市長により全面禁止された。1656年6月19日、魔女狩りによりボストン顧問で行われたアン・ヒビンズの処刑。1886年、カイティ・メリルがボストン顧問にあるセントラルマイ装置1890年の ボストンコモンとパブリックガーデンの地図、独立戦争まではイギリス軍のキャンプとして利用されていた。独立戦争の始まりである歴史トンコンコードの戦いは、ここから出発したイギリス兵によって火蓋が切られた。公開処刑場としても使われた。当初は多くの巨木が使用され、1769年に公主台に置き換えられたが、1817年に、 廃止された。1660年6月1日、クエーカーのメアリ・ダイヤーが、植民地でのクエーカー禁止法の度重なる無視により、ピューリタンに、ここで講師された。ダイヤーは、ザコモンで処刑された、ボストン殉教者と呼ばれるクエーカー4名のうちの一人であった。1713年5月19日、約200名の市民が、食料を不足を死に訴えるためザコモンで暴動を、起こした。 彼らは、その後、高利益のためカリブ海地域に穀物を輸出していた、裕福な商人アンドリュー・ベルシャーの船や倉庫を襲撃した。この暴動で副知事が銃で撃たれた。1728年、ロンドンのセント・ジェームズ庭園を真似たトレモント・モールなどの遊歩道ができ、1836年までに周囲の五辺に装飾用鉄柵が設置された。 公園としての整備が1728年にまで遡るため、ボストンクモンを世界初の都市公園とする意見がある。ただし、イングランドの初期の都市公園である、ダービー森林公園、サルフォードのピールパーク、バークンヘッドパークを初の都市公園とする説もある。1804年、教会のセントリーストリートは当時実際に呼ばれていたパークプレイスと改名された。 1830年までに牛の放牧が終わり公園として使用されるようになったザコモンはワシントンパークへと改名が提案された。1837年西側にボストンパブリックガーデンが作られたが教会となるチャールズストリート側はコモン、ガーデンともに最も低い地帯であり非公式ではあるがゴミ廃棄場として使用されていた。この地帯は ガーデンの塩沼とともに、湿気や周期が強く歩きにくく、来訪者が近づかないようになっていたのである。古門、ガーデンに一部接している、チャールズストリートの勾配を変える計画が長らく、あったが、古門用に62000立方ヤード、重さ93000ショートトン、ガーデン用に9000立方ヤード、重さ14000ショートトンの土が必要であり、これらを運ぶ費用がかさむため中止になった。 1895年夏、トレモント地下鉄トンネル掘作で出た大量の土を利用できることになり、勾配を変えることができた。1965年初頭、ベトナム戦争に抗議するため、ザコモンに約100名の人々が集まった。1969年10月15日、2度目の抗議集会が開かれ、10万人もの人々が集まった。今日では公演として、 ボストン市民や観光客に親しまれており、公式、非公式の様々な集まりに利用されている。コンサート、講義集会、ソフトボール大会などが開かれるほか、当期は園内のフログ池でアイススケートも楽しめる。また、この公園で演説を行った著名人には、マーティン・ルーサー・キング、ヨハネ・パウロ・ニセイなどがいる。1967年8月31日、 ジュディ・ガーランドがザ・コモンでコンサートを行い10万人以上が詰めかけた。1987年アメリカが衆国国定歴史建造物に認定された。ボストンコモンは公立公園としてボストン公園局により管理されている。民間の支援団体フレンズ・オブ・パブリック・ガーデンが保全やイベントの資金を供給している。2006年10月21日、ライフ・イズ。 グッドパンプキンフェスティバルにおいて3128個のジャック・オーランタンに火を灯したとして世界記録になった。それまで2003年ニューハンプシャー州記委員の28,952個が最高であった。2007年8月27日、10代の若者2名が銃で撃たれた。銃撃のうち1発がマサチューセッツ州会議事堂に当たった。 以降夜間外出禁止令が出され、市内のホームレスから抗議が起こった。秋のボストンコモインをアバウトザ、イヤーオブアワーロード1600、サーティーフォーザゼン、プレゼントインハビタンツオブザタウンオブボストンオブフームザ、ホンジョンウィンスロップエスクガブオブザコロニーワーズチーフ、ディドトリートアグリーウィズミスター、ウィリアム・ブラックストーン、フォーザパッチェスオブヒズエステートエニーランズリビング、 with inset neck of land cold boston after, which purchase the town laid out, a plan for a, training, field for which ever since and now is used for, that purpose and for the feeling of 勝てる。ありがとうございます。